ご紹介ありがとうございます。原山と申します。私の経歴はなんかあまりごちゃごちゃしてるし、自分自身でも今なんでここにいるのかよくわからないところありますけれども、一つこれからお話しするオープンサイエンスっていうのはやはり一つの分野に限られた話ではなくて、さまざまな分野でも共通した認識して持たなくてはいけないという視点から、そういう意味で、自分自身多様性を持っているのでちょっと幅広くということが、バックグラウンドにございます。で、今ご紹介いただいたように総合科学イノベーション会議という場がありまして、そこの中で日本の科学技術そしてイノベーションに関してどのような方向性を持って推進すべきかということを議論する場であって、その方向性というものをある程度フォーマルな形で基本計画とか総合戦略といったものの形でもって書き落としております。それがある種の軸となって実質的な関連省庁の予算配分があったりとか、実効性のあるルールが作られているという、そういうマンションの大元になる議論の場です。で、そこで何を議論すべきかっていう、根本的な話なんですけれども、さまざまなその科学技術の分野という議論もありますし、何のためにということで、ターゲットとする課題を設定した上でもってどういうような研究がすべきかという議論もありますけれども、仕掛け作りそのものという視点もあります。で、このオープンサイエンスって話はその仕掛け作りの話だと認識しております。で、ちょっと背景ぐらいから少し入らせていただきますが、皆さんここにいらっしゃる方でオープンサイエンスと言われると、あ、これがっていうふうになんかピンとくる方いらっしゃいます？オープンサイエンスについて定義せよって言った時にこれがって説明なかなかで、私自身もうまくできないかもしれないんですけれども、そもそもオープンちょっと横に置いてサイエンスそのものなんです。皆さん多分サイエンスにどっぷり使っていらっしゃる方がここにいらっしゃると思うんですけれども、ご自分の専門分野の中でこれまで学生となって指導教官からどういう研究の仕方、課題設定の仕方、それに対する解の出し方っていうものを時間かけて吸収しながら、で自らが自分のこれからが面白いところを自分で探索しながら、それを一歩ずつやっていくと、でその次の後継者となる次の学生とかに伝えていくという、長い息の長いプロセスなんですが、そのやり方そのものっていうのは欧州が初めなんですけども、世界万国でもって共通した認識を持ったやり方っていうのがある、それがサイエンスなんですが、そのやり方の一番の基本となるっていうことは、知識を作っていく、積み上げていく、それで何か新しいそのこれまでのことを覆すことがあったときはそれは可能なものであって、新しいテオリーが出てそれがまた更新されてってどん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 進化していく、それっていうのが可能になるのはその知識っていうものが共有化されてあって、ということは誰かが抱え込むわけでなくてオープンであるというのが前提ってなるというのが、もうそもそものサイエンスだから、サイエンスにオープンつけること自身がナンセンスだっていうのが多分一番最初の直感的な話だと、多分それ多分みんなそうですでもなおかつあえてオープンサイエンスと言わなくちゃいけないっていうのが今の現状というか時代背景があって、一つの流れっていうものはここから出てくるんじゃないかなっていうのが考えて、ですので基本原理っていうのはオープンですってことは認識した上での話です。じゃあなぜそのオープンサイエンスって話が出てきたかっていうのは、多分今若手の現役のバリバリの方もいらっしゃるし、ちょっとシニア層でもってもう私の年代が近い方で、一応現場で自分で研究するのは終わったけども、後輩育てながらっていう方もいらっしゃるし、で、私の親分だった人の時代から考えると研究の仕方やり方そのものが進化してると思うんですね。で、一つの考え方っていうのは、情報っていうのがこれまではたかだか図書館に行って論文をこうして見ないと読めなかったって時代から比べると、どこでもいつでも好きな勝手な、契約していればですね、大学はですけれども論文は取れるしデータにもかなりアクセスできるしと、そういう時代があって、それから知識の交流というか視点からすると、いろんな人と議論できる、世界的で何も日本にとどまる必要は全然ないわけです。で、今何が一番ホットであってどうするかっていう、いろんなやり方が可能になるとともに、融合的な話があって、それこそ今のバイオの世界だってピュアにバイオの世界ではないわけですね。
そのイーレがバイオインフォマティクスであってとか、なんかさまざま出てきてます。でそういう意味でサイエンスの仕方そのものが変わってきてるし、サイエンスを取り巻く環境というものが変わってるわけです。でその中の大きなところが今こう見つかりました、サイエンスの進め方やり方そのものと、知識データへのアクセスと同時に、もう一つがステークホルダーの広がりって書いたんですけども、これは分野の違う人たちと一緒に共同してやるってやり方もあるし、全く素人の人、まあ、一つシティズンサイエンスっていう言葉も出てきてるくらいで、いわゆるサイエンティストという職業にない人がやはりサイエンスに興味を持っていろんな情報を出してくる、でいろんな議論をする、仮説の立て方に対しても議論に参加してくる、で方向性についてもこれは価値あるものかそうじゃないっていう風にステークホルダーが広がって、まあ、国境問わずですね。でそういう流れにあって、やっぱりサイエンスのやり方、これまでの淡々としたやり方だけじゃないような気がして、その中で一つオープンネスっていうのが鍵になるじゃないかっていう議論が湧き出てます。その流れっていうのが今日本でどういう議論をされてるかっていうのは私に今命題で話するんですけども、まあ、相変わらずいつも後追いというか、世の中でいろんな世界で動きがあって、取り怒られちゃいけないっていうところがあります。まあ、これも例外じゃないんですが、ちょっと私の自己紹介していただいたときに、OECD に勤めておりました。で、2010年から13年の初めぐらいまでなんですけども、その2年間いたときに、まさにあそこで議論してたことで、で私の部下が、これからちょっと取り扱う OECD の場で議論すべきテーマに一つオープンサイエンスというのがあるんだって持ってきたんですよ。でその時に、何これっていう話で、サイエンスとオープンなんでなんでこんなこと議論するのって、まあ、そういうところから発端から始まって掘り下げていって、OECD のメンバー国の中のいわゆるサイエンスのしてらっしゃる方の議論を見ると、やはりやっぱり軸として議論すべき点じゃないかなと認識が強まってきたのが確かで、 OECD があって、それと同時に今 G7 になっちゃったんですけども、一昨年までは G8 という形でもってサミットありますね。まあ、今年がドイツで、今 G7 なんですけども、その中でメインの、まあ、総理レベルの方たちのサミットと同時に、時とともにシステマティックじゃないんですけども、科学技術担当大臣のサミットというのもあります。で今年は今週の末にドイツであるんですが、で来年日本でございます、筑波でやりますが、そのサミットの中でイギリスが主催した時に、一昨年なんですが G8 だったと、まあ、ロシアが入ってたんですが、その時の議題の一つがこれだったんですね。オープンアクセスの話とオープンデータの話がありました。ということは G8 のメンバー国として共通する課題であるという認識があったわけなんです。で、まあ、それが大きな世界の動きと同時に、さまざまな研究資金の配分機関で、まあ、通常の、まあ、ボトムアップの研究の資金の配分機関やり方もありますし、じゃあその中で、まあ、データの取り扱いどうするのか、それから論文そのものもファンディングした研究成果っていうのが通常は論文という形でもってアウトプットなんですが、それが、これまでって今もそうなんですが、エディターの手に入って、ジャーナルという形でその中に載っける、まあ、そのジャーナルもピンからキリまであるから、どこにターゲットを絞るかって話もあります。そういうやり方そのものなんですけれども、かなりお金がかかってくる話になったこと、じゃあそれこそ自分がファンディングした研究で出てきた成果っていうのが公的なお金を使っているときに、公的なお金を使っているわけであれば、やっぱりその成果っていうのは皆さんがアクセスできるものであってほしいわけなんですけども、ある程度条件が整わないとアクセスできないっていう、まあそのまあ、かなりその金銭的な話なんですが、そういう状況って望ましいのかそうじゃないのか、でそれに配置いてデータの取り扱いについても、まあ、現時点では研究者がある程度自分の中に持ってるんだけども、それは公的なものであるという、まあ、認識があれば、シェアしていかなくちゃ、そのシェアできるのは仕組みになってるのかなってないのか、まあ、そういう変な問題提起というのもあったのと同時に、まあ、そういうことに対しての、まあ、取り組みをどうするようにするかって議論の場っていうのが実質も走ってしまっていて、ワールドデータシステムは WDI ですとか、リサーチデータアライアンス RDA っていう組織が国際的に動き出してると。で、これは政府の何とかの機関じゃなくて、ある種の、まあ、問題意識を持った人たちが、世界中の方たちが集まって組織となって動いてるんですが、この動きっていうのはかなり
メインストリームになる可能性を非常に持っているわけであって、その場に日本という、まあ、日本の研究者の代表あるいは日本の、まあ、ものの考え方っていうのが反映されないっていうのは何か、なんかずっとこういう、まあ、結構インパクトの大きい世界の流れの中に取り起こす残されてしまうんじゃないかっていうちょっと危機感っていうものがあった、まあ、こういう背景があります。で、じゃあなんだっていう話なんですが、今のところ、例えば EU の会議とか国際会議とかでいうとオープンサイエンスとみんなふんふんと分かってるな顔をする人がほとんどです。で、これは、まあ、共通課題となってるんですが、じゃあ具体的にその定義があるのか、あるいは概念として本当にフィックスしたものがあるかっていうと、今のところある程度柔らかいものです。と言いつつも、さまざまなその文献を見ている、さまざまな国際機関の議論を見ていると、大きくその3つのカテゴリーがこの中に含まれているんじゃないかというふうに取られます。で、1つは先ほど一番最初に申し上げましたように、そのサイエンスそのものっていうのは、いろんな総合値であっていろんな人が作り上げていくわけです。ですので、知識創造そのもののプロセスがよりオープンになっていて、コラボレーションなど、まあ、1つはここではくくり方でシズンサイエンスというやり方もありますと、さまざまな人が入ってくるという意味のオープンですが、と同時に先ほど申し上げましたようにエディターという、まあ、媒体を通しての、論文へのアクセスというものそのものをもう一回見直さなくちゃいけないじゃないかという、まあ、論文へのアクセス、これがオープンアクセスという言葉でくくられています。それから研究データそのもので、研究データといっても本当にたまたまちょっとお試しでやってみるとそういうデータではなくて、ある種のもうそのチェックがかかった上で、で論文という形のとなったもののバックとなるデータ、まあ、なんていうの、ある種の制約をかけた上でなんですけれども、そのデータそのものも価値を持つものであって、でそれが今のところはまあ付属品としての取り扱われであって、よっぽどその論文に興味がある人じゃなければ王さんに手紙を書いてデータをくださいってこと言わないわけですよ。だいたいそこまで密に読む人も少なくなってきているという現実なんですけれども、でそれって公のお金を使っていた成果として、もっと価値のある活用の仕方もできるだろうし、もうちょっとネガティブサイドから言うと、誰か不正をした時にそのチェックする可能性っていうものがオープンになっていればやりやすいわけですね。でオープンになると前提であればあまり悪いこともできなくなると、今いろんな制約がある、そういう意味での研究データのアクセス、またそれの再利用ということも含まれた上でのその オープンサイエンス、これはオープンデータっていうふうにくくられています。まあ、この辺のところの3つで、特に一番最初のっていうのはなんかルールを作るっていう話ではなく、可能性を広げていくっていう話なので、特に2番目と3番目のところにフォーカスした議論っていうのを、まあ、政府レベルで少しやりましたっていう話で、その今日の話も1番目のちょっと横に置いといて、本当はこれも大事なんですよ。でも今日の議論はどっちかというと2番目と3番目のところでお話しいたします。で、これが本当にいいことばかりかっていう、まあ、どういうこのオープンアクセスとかオープンデータっていう、まあ、動きっていうものを日本の中に導入して、まあ、それをある種でプッシュするっていうことはどういう、まあ、意味があるのかっていう話なんですが、やっぱり知識、サイエンスの知識っていうのは積み立てていくものなんですね。でそれの、まあ、やはりベースというものが大きければ大きいほどそのポテンシャルは高まっていくということで、新たな知の創造というプロセスにまあ、アクセルとするんじゃないかという形と、それからさまざまなその、まあ、今研究、皆さんの今してらっしゃる研究そのものっていうのも、まあ、細分化っていうのも流れもありますけど、同時に、まあ、分野の枠を超えた、あるいは同じ分野の中でもアプローチの違う人たちと一緒になんかチームを組んで研究するって流れはかなり強く出てるし、本当にフロンティアの世界っていうのはやっぱり一つの細い分野だけではなく、さまざまなところのギリギリのそのせめぎ合いのところで面白い知識出てくるってことは確かだと思うんです。そういう意味で分野とか国境を越えた研究成果の共有とか相互利用っていうのは非常にこれからのさらにサイエンスのアドベンスメントに対してのアクセルとするものではないかと考えられました。それからまさに既存の枠組みを超えた、まあ、知識また価値の創出っていうのが可能なんじゃないかと、まあ、こういう、ポテンシャルを含めているっていう認識です。でそういう意味で、まあ、この今サイエンスのものもやり方変わっているというんですけども、まあ、ポジティブな意味で飛躍っていうものを、まあ、ここから一つ導き出すことができるんじゃないかという議論がここの根底にあります。でこれちょっと非常に大きなナイステップの林さんが作った図なんですけれども、
そもそも、まあ、これって本当に昨日一昨日の話ではなく、まあまあ、今2015年なんですけども、まあ、いろんな動きっていうのが助走があった上での、まあ、今日の動きっていう話、まあ、これちょっとすごくうまくまとめています。で、私も今の仕事の前っていうのが一応研究者の端くれだったんですが、私の研究テーマっていうのは、サイエンスとか、いわゆるイノベーションのプロセスがどういうふうに起こるとか、まあ、そういうふうに、ね、対象がリサーチそのものを対象としてたんですが、その流れの中でいろんな研究者、まあ、その図書館の方たちの動きとかさまざまな動きっていうのは結構ウォッチしていて、その流れの中で例えばクリエイティブコモンズとか、サイエンスコモンズとかって、そのまさにボトムアップの動きで、やはり共有することの重要性で、そこから新しいものが出てくるっていう流れっていうのはかなりいろんなところが出てきたんですね。その分野によって違いもあります。それがなんか大きな流れなとはその当時はよく思わなかったんですけれども、実質的には流れになりつつあって、それがある種のフォーマルな形になっていて、で今のオープンサイエンスという議論に通じてます。これちょっとこの話をし始めると多分1時間がかかるので、これは頭の整理としてご覧になっていただければと思います。その中から出てきた概念として、今申し上げたシチズンサイエンスも出てくれば、オープンデータの話があって、この次のオープンデータ、じゃあオープン化するってどういう意味なのかっていうとき、やはり実際そのサポートなるシステム体制が必要になってくるわけなんです。まあ、これは今日の議論の本質的なところだと思うんですけども、それをじゃあ誰が作るのかって話と、それが研究者の立場からそれにコミットしたときに自分に得意なものがあるのか、大概自分の研究者としてステップアップするときに何か役に立つとなればやるかもしれないけども、実質直接関係ない場合にはなかなか手を染めたくないわけですね。ではもう一つの考え方として、論文は論文としての成果の出し方があるんだけども、データそのものも成果として見ることができないんじゃないのかっていう話で、データジャーナルっていう、まあ、概念も出てきて、すでに走ってるものもあるわけなんです。まあ、こういうさまざまな流れがあった上でも、まあ、全部をひっくるめて、オープンアクセスが発端にあったんですけど、オープンサイエンスに、捉えていただければと思います。でちょっとまだ国際動向あるというふうにお話したんですが、少しちょっと、まあ、どういう動きかということをちょっと説明させていただきます。RDA の話、例えばですね、これだけじゃないんですけども、やはりこの研究データに関する、まあ、共有していく、オープン化にするって、まあ、どうしたらいいんだかって、まあ、議論を、それこそ研究者の立場から、データを取り扱う方たちの立場から、まあ、世界中のいろんな人たちが集まって議論しているっていうのが役割です。でこれってまあ議論に議論を重ねて議論をするっていうこともできるんですけども、まあ、方向性を定めていかなくちゃいけないって問題意識を持っている方が多いので、かなりスピード感を持って議論をしていると、議論して結論を出していくっていうんですね。で、まあ、回し方なんですけども、まあ、大体1年か1年半ぐらいでもって回していくと、で最終的にはどういう方向であるべきっていうのを、ある種のペーパーという形にして出していく。これは法的拘束力もないし、学会に対する何もないんですけども、方向性としてこれは世界的な人は共有認識と持っているという意味で、そういう意味でインパクトフルなことは確かなんです。まあ、これをどういうふうに取り入れるかという議論になります。で、波及効果なんですけども、さまざまな国がこれをリファしているということが、まあ、現実だと思っております。まあ、アメリカがあって、欧州委員会があって、さまざまな国、まあ、イギリス、カナダで特にイクスなどもありますし、ということで個人もやっぱり自分たちもコミットしながらこの流れを作ることに、まあ、コミットしているような話があって、で、まあ、ここでの出てきたペーパーというのは、先ほど申し上げました、一昨年ここで開催されました G8 のサミット関係 大臣会合の中で、報告されていると、まあ、そういう意味でまあ、ボトムアップの動きが政府レベル、しかも一言の政府だけじゃなくて、まあ、国際的な枠組みの中にも乗ってきていると、まあ、そういう流れをドライブしているわけなんです。で、まあ、日本は何もしていないわけじゃなくて、結構アクティブに活動していて、2016年なんですけども、この RDA の会議そのものを日本に誘致するということで、GST の方が結構リーダーシップ取ってくださっていまして、で予定なんですけど、これ多分日にちをフィックしていて、2月の29日にシンポジウムで、3月の1日か3日までが総会という予定になって、まあ、この辺も皆さんウォッチしていただければなと思います。で、ちょっとこれザクッと、まあ、ちょっと私と私のスタッフがウォッチしている限りのことを書いているのはこれだけじゃないと思うんですけども、大きなメインストリームはこれかな。
ていうのは。で、先ほどもちょっとお話しました OECD そのものの話なんですが、まあ、そういううちの事務局の、まあ、OECD の仕事の仕方っていうのがやっぱり事務局に、まあ、優秀なスタッフがいて、彼らが、まあ、世界中の動向を知るのはこれが鍵じゃないかっていう、まあ、初めのたたき台のペーパーを作るんですね。で、それをある種のスコーピングペーパーを作って、それをまあ、メンバーが OECD のメンバー国が集まる会議のところに持って行って、どう思いますか、これを一緒に議論しますかしませんか、で合算が出た時には、まあ、どういうアプローチでやるか、やり方がいろいろあるんですけども、この場合には、オープンサイエンスに関する調査というものを行いました。で、その調査というのを14年にやって、レポートはフレッシュなもついこの間出ました。これ多分 OECD のホームページから入れると思うんですけども、もし なかなか難しかったら言ってください。入り口の入り方をお教えします。レポートが出てます。で、これは結構概念整理もしているし、各国の同国も入ってますので多分参考になると思います。で、GRC なんですけども、やっぱりここの中での考え方っていうのは、やっぱり公的研究資金にをベースとする研究の論文、それのオープンアクセスということを、まあ、一つの方向性というふうにして、採択しているというのがあります。これは2013年です。で、米国、まあ、個々の国レベルなんですが、米国が結構リーダーシップとっては、まあ、いろんな意味でサイエンスっていうのは、まあ、方向性、まあ、アメリカがかなりドライブしているところがあります。ですので、アメリカの動向っていうのは忘れずにウォッチしなくちゃいけないのかなと思うんですが、これがアメリカにいろんな、NSF があったりとか、DOA があったりとか、NIH、皆さん、多分 NIH が結構親和性があるところが、いろんなエージェンシーがあるんですが、エージェンシーごとというよりか、その上のレベルの OSTP というのは政府レベルなんですが、そこでの方向性というものをクリアに出しています。それが言われると下に落ちて、関係するエージェンシーに対する、まあ、一種の方向づけになるということでやっています。OSTP の 公的助成研究成果をオープンアクセス指令というのが出ています。それが2013年で、やはりそれはどうなっているかというと、それぞれの機関がその方向性に向かってどういうふうにするかというアクションプランは作らなくちゃいけないという話です。イギリスにおいてはリサーチカウンシルが、まあ、結構、まあ、このサイエンスの世界では方向性を作るメーカーなんですが、そこではオープンアクセスポリシーというものを公開して、これは2012年です。で、EU におきましては、今、ホライゾン2020ってお書きになったのは、日本は基本計画って作ってるんですが、まあ、それに相当するものというふうな認識で結構なんですが、ホライゾン2027年ものです。その中では、やはりオープンアクセスに対するガイドラインというものを作って、2012年で作っていて、何をしているかというと、これもやはりそのメンバー国の意識というのは多分違うので、それに対するパブコメというのを出して、その成果って2015年に出て、もうこれもレポートとして出ています。で、まあ、一つこれが先進国だけかというと、まさにそうではないんですね。インドの国でも、インド科学技術省というのがオープンアクセス方針を発表して、これはまあ全てに引っかかるという話なんです。で、これもこの担当した方とお話したんですけども、これってすごく持っていくの難しい作業だったと。で、丸3年準備期間を経てここまでに至ったと。その中では どうやったんですかと、もうまさに説明してコンビンスするしかないっていうんで、結構血と汗をかいてやったというのが結果だというふうにおっしゃってました。で、中国も同じです。流れとしては、やはりこの方向性というのは、中国科学院、また中国国家自然科学基金委員会というのがある程度方向性を作っていて、これはグリーンの方ですから、オープンアクセスの話をします。ということで、さまざまな国際機関、国レベルで動きがある。で、じゃあどうするって話です。ちょっとさっきのおまけなんですけど、 EU でもってパブリックコメントを取った。で、その中でどういうことが指摘されたかというのをちょっとだけお話しいたします。オープンサイエンスっていう、そもそもなんだ、当時はですね、 EU の場合にサイエンス 2.0 っていうふうな言い方してたんですけども、まあ、今流行りの、まあ、バージョンアップした時 2.0 でインダスティ 4.0 なんですけども、それとよくわからないっていうのがオープンパブコメから出てきたんで、ね、呼び方を変えて今オープンサイエンスと呼んでおります、 EU でも。で、基本認識はやはりそのサイエンスとか研究の仕方がそのまま変わっているという認識と、それから研究のサイクルであればステークホルダーに対するそのこれまでと違う動きがあるということは認識があると。で、どこまでをもってオープンサイエンスと呼ぶかというところで、まあ、いろんな方のパブリックコメントの中が出てくると、やはり研究論文とかデータのオープンアクセスというのが言われると、同時に、まあ、昨今の大きな動きとしてインフラストラクチャーというのが非常に鍵になってくる。で、一番最初に申し上げましたスチューンサイエンスに関してもこの中では考えるべきだという議論があるのと、それから認識なんですけど、研究成果っていうのは、まあ、サイエンスを作り上げていくっていう意味だけじゃなくて、
やはり経済成長とかイノベーションの駆動としての重要性というのはかなりの人が認識しているというのがパブリックコメントが出てきていたと。で、そのためにはそれだからこそじゃないんですけれども、やはりサイエンスというものの新たな質とかアウトプットを、付加することが重要だということが出てきたそうです。で、パブコメの目的なんですけれども、やはりこういうことをすることによってさまざまなステークホルダーが認識を新たにするということと、その方向性あるいは政策的意味というものを共有することが一つの目的であったというふうに言っています。で、この結果としてなんですけれども、宿題がいっぱい出てきていて、その宿題のいくつかというのが、インフラどうするのかという話ですね。やっぱりオープンデータというのは皆さんいいですねって言っても、じゃあそれをオペレーショナルにするためにはお金かかるわけですし、それが単年度で予算つけたからって全然不十分で、継続性、またそれをいかに進化させるかっていう、そのシステムそのものなんだ、インフラっていうのは非常に鍵であるのと、オープンサイエンスっていう、考え方そのものっていうものを醸造していかないと、オープン化っていうと、いわゆるなんとなく気分的に全部出しちゃっていいのかっていう人がいます。で、オープン化っていうと、例えば国際競争の中で自分の手の内をさらけ出したら日本の交渉度下がるんじゃないかっていう話がある。そういう、論調、いろんな考え方っていうのがあるんで、その整理のためにも、やはりその考え方そのもの、ここで言ってる基本的なベースの考え方っていうものを醸造しなくちゃいけないし、アウトリーチしなくちゃいけないってことがありますし、そもそもこれってサイエンティストの世界だけの話ではなく、サイエンスとそれから社会との関わりの中でこれを考えなくちゃいけないという議論が出てきています。ですので、やはりどうなるかというと、研究データの利活用、どういうふうに利活用していくか、そのリソースの、共有ということがどういう意味を持つか、社会的な意味ですね、一つは社会的な課題を解決するという言い方もあるし、ルールを決めていかなくちゃいけないという話もあります。さまざまな接点が社会とこに出てくるので、これをどうするかという議論と、やっぱりオープンサイエンスの認識っていうのはステークホルダーが共有しなくちゃいけないと、さまざまな宿題を、これを受けた形でもって欧州委員会では今後のオープンサイエンスの取り組みを進めていくということです。全部が答えられるか分かりません。で、すみません、マーキアナグのこれから日本の話です。で、先ほど申し上げましたように、総合科学性イノベーション会議でこの議論を本格的にやろうという、その前って多分2010年よりの前の話なんですけれども、まさにここにいらっしゃる皆様方も歴史ある方たちなんですが、データベースの統合っていうことに関しては、かなり年季が入ってるわけです。で、存在するんですけれども、その分野の中でのデータベース、その例えば大きく言えばバイオの世界でのさまざまなアプローチが、そのデータの統合という議論なんですけども、もうちょっと上のレベルで国としてのやり方をどうするかという議論にはまだ至ってなかったというのが2010年前の認識だと思われます。この辺も皆さんの方がご専門なんでコメントしていただければと思います。で、ですので、国としてのこのオープンサイエンスに関する考え方、統一、そもそも議論もしてないから統一的なというのもなかったわけなんですね。で、早急にこういう議論というのが重要なと同時に、日本としてのスタンスというものをある程度、形成していかなくちゃいけないという問題意識がありましたと。で、特になんですが、研究データに対する議論というのが個々の分野でやってたんですけども、共通の認識というのはできてなかったので、どうするかという、キャッチアップです。で、国際的な潮流があるということも薄々知ってるし、情報が入ってきているわけなので、一つ簡単なのはウェイトアンドシーで、ああしょうがない、マスカっていうのはやっぱりこれやってる時代じゃないという認識です。ですので、日本としても発言できる、日本としてもこうあるべきだって方向性を示せるという立場にありたかったんです。で、それは政府が独りよがりでやることで全くはなくて、それこそこれまで培った皆様方がどうしたか、どこに問題があったかっていうことを拾い上げながら、じゃあどういうふうにするかっていう、一緒に共に方向性を見出すっていう話なんです。で、プロアクティブな行動を取れるための準備っていうのがここでの議論でしたと。で、基本的にはある種の標準化ってこともいくと思うので、ルームメイキングでの参画で、そのためには日本の戦略というものを持たなくちゃいけないし、できれば議論をリードしていきたい、アメリカとか欧州がなんか手を組んで決めちゃったものに乗るか乗らないかっていうのは避けたかったんです、そういう背景です。で、内閣府の中でもって2010年の12月からスタートして、何回か非常にインテンシブな議論をして、15年の3月に取りまとめをいたしましたというのです。で、国際的動向を踏まえた
オープンサイエンスに関する検討がちょっと長いんですけど、まあ、これが意味合いです。それで、ですね、あの目的なんですけども、この検討会そのものの目的っていうのは、まさに今申し上げたような、国の方向性というものをここでもって皆さんと一緒に作り上げたいと。でその中には大学研究機関、それから専門家、それからオブザーバーとして関連省庁の方、それから特に研究配分、研究資金配分機関の方たちに、まあ、当事者となりうる人たちに入っていただいて、それからさまざまな方たちからヒアリングをしました。でそのデータベースセンター、データベースをすでにやってらっしゃる方たちの問題意識、それから研究機関、出版会、まさに先ほどもこの前にちょっとお話してたんですけども、エディターの、いわゆるエリズビアとですかですね、さまざまな国際機関の人にも書いていただいて議論をしたということです。で一つは基本計画の中に盛り込みたいってなんですけども、ちょっとこれはちょっと細かくなんで細部にはいかないんですが、どういうことが議論されたかっていうのは、まあ、これまでの経緯あるいは国際動向、それからオープンサイエンスに関する、まあ、機関リポジトリっていうのが日本では結構いろんなものができていて、まあ、日本特有の技っていうものを踏まえた形でどうするかっていう議論をしたかったんですと、それからまあ国際機関における特にライフサイエンスにおけるデータベースの共有化の話もしていただきましたし、分野による違いがあったので、バイオもそうですけど材料の世界の方たち、それから学術誌出版会の人たちに、まあ、彼にとってはビジネスであるとともに、これからこれまでのビジネスモデルがそのまま続かないという前提で新たなビジネスどこから収益を得るかということをしています。その話もしていただいたと。で、まあ、やろうと、まあ、試みたのがオープンサイエンスの概念というものを少し皆さんに共通認識を持つものと、それからオープンアクセスの現状、まあ、じゃないですね、それから研究データの公開とかオープンサイエンスの方向性、基本的な考え方というものを少しまとめたのと、何を対象にするかという、まあ、スコープというものを、まあ、共通認識として持っていった。でそれから何をすべきかという話です。で、まあ、ここで基本方針、これウェブページから取ることがダウンロードすることができますので、ちょっとこれ細かい字なんですが、一度読んでいただければと思います。そこで皆さんのコメントあればウェルカムですので、内閣の方にメールいただければと思いますし、うちのスタッフもそこにいますので何かありましたらおっしゃってください。で基本方針ということでですね、やはりスコープっていうのは公的研究資金を使ったものを対象にしましたと。でその中でも特に研究成果たる論文、それから研究データにフォーカスしてその利活用を、まあ、推進するという視点からの話であって、まあ、そのこれまで説明したことが目的意義の中って範囲があると。でそれからその、まあ、公的研究資金の定義そのものもそのやはりしとかなくちゃいけないというのは、ここは結構細かテクニカルな側面なんですが、でデータはどこまでも含むかというところを、まあ、基本的なところを書いてありますと。でここで最後に述べているのが、それぞれを研究する機関そのものの責任、それぞれがアクションを取ってくださいと、どういう方向性を持つかということを明確にしたので、トップダウンでこれをしろということはしておりません。方向性を述べるとともに、それぞれの一番マッチした形でもって分野の違いも、踏まえた上でのって話です。で方向性なんですけども、やっぱりこの中で議論してほしい点は、それぞれの機関でイノベーション競争力を強化するって、まあ、ある程度最終的なゴールというのはそこにあるということを忘れずに、やはりどこにそのデータの所在を特定してアクセスできる方法感があるかと、計画とこれからどういうふうな形でアクションを取っていくか、その中には運用経費などのこともちゃんと配慮してくださいという話と、データインフラをどういうふうに整備していくかっていう、まあ、それぞれの機関レベルと、多分これ機関でできないことも国レベルの話もある、この辺のところはなんか筆していきました話です。で基本的な考え方なんですが、ブダペストによってオープンアクセスイニアチブというのが取られています。まあ、それは基本の考え方として、の取っていくという話と、それから公的認識が発した科学論文話と、それからもう一つはデジタル化された研究データのアクセスということでもって書いております。でこの中でやはり検討会でもって積み残したことも多分にあって、今後の課題というのが、論文研究データの公開共有化のところで、やはりこれから本当に本質的なところを詰めなくちゃいけないのは、メタデータの統一とから、デジタルオブジェクティブアンタイファイの付与ってどういうふうにして、本当にテクニカルな側面を詰めていかなくちゃいけないって話と、それから保存なんですが、どこまで保存していくか、それから全部まあ無制限にやる話ではなく、セレクティブになくちゃいけないし、ある種の整備の仕方、データレポジトリをどうするかの話と、それ保存期間の話、それから品質をどういうふうに保証していくかって話と、それからその一つは論文にピアレビューがあるんですけども、データに関しても同じようなピアレビューが必要になってくるのかって話と、じゃあ研究者そのものがこの話に乗ってくれるためにはどうするか、
なかなか先ほど一番その2頭で申し上げたように、研究者にとってのメリットがないとなかなか入ってこないって話で、やはりもう一つはデータそのジャーナル、あるいはそのデータサイテーションという新たな指標というものがありながら、これに関与したことによって、まあ、研究者コミュニティに対する付加価値があるわけで、それに対する、まあ、認識というものをちゃんとしましょうという話です。で、やっぱりこれをするためには、あの研究者の方たちが自分だけでやるのではなくて、やっぱりその辺の専門家プロフェッショナルが必要だということで、まあ、よく言われるんですけど、データサイエンスとかデータキュレーターなどと言いますけども、これ本質的なところだと思っています。どういう形でもってこの人材を担保するかということが鍵になっていくと思います。で、これはあのちょっと政府内の話などちょっと飛びますけども、いろんな例のところで、まあ、意思決定をしなくちゃいけないって話と、この中に誰がこの中に入っていくべき話か、まあ、全ての人なんですね、平たく言えば。で、この中でやはりその最終的に、使う人たちが使いやすいようなものをいかに作っていくかということで、まあ、国民である資産業界であって科学コミュニティというのが皆さんが入手可能で、それをさらに加工することによって新たな知識イノベーションが起こるという枠組みです。で、あのここの報告書のアウトリーチなんですけども、いろいろとの場で今日の場もそうなんですが、あのこの話をさせていただいております。いろんな反応もいただいています。で、それで日本だけではなく、あの東京にですね、あの各国大使館に、サイエンスディプあのアタシェっていう方がいて、そういう人たちの集まりのところでもちょっと発表して、フィードバックももらっています。それから欧州連合に行ってもこの話をしています。で、あの一番最初のモチベーションのところに、すでに電車は走っていて、それに追っかけなくちゃいけないというのが2010年の時の、まあ、認識だったんですけど、今になって欧州連合で発表するとあまり違和感感じず、我々としても意見も発表できるような状況になっているので、まあ、トゥーレイトじゃなかったな、ちょっとほっとしたでした。で、あの15年の8月にはシドニーでも発表してきましたと。で、あのこれで検討会で報告書を作ってそれでよしではなく、これは継続的な動きとして考えております。そういう意味でフォローアップ検討会というものを立ち上げて、いろんな機関に、それぞれの方向性というものを定めてくださいという話でどこまでいっているのか、それから内閣府として共通基盤として議論すべきは何かということを打ち出すためにフォローアップ検討会というものを立ち上げております。で、ヒアリングの内容なんですが、まあ、各省の取り組みを把握すると同時に、まあ、関係機関からのお話を伺って、本当にこれってオペレーションなのかそうじゃないのか、何したら一番その使い勝手の夢になるかということをフィードバックするのと同時に、海外動向も把握しながら、今のところ2回ほど会議をしています。で、これで最後なんですが、今日もそうですが、皆様からのフィードバックウェルカムです。よろしくお願いします。ですので、あのダウンロードしていただいて読んでいただくのと同時に、それからあの、まあ、EU のパブコメ、まあ、あれ一言ではなくて日本にも当てはまること多分にあるので、それも、まあベースにして方向性というものを見ていくんですけども、まあ、これまで立ち上げてた方向性っていうのはあまり間違った方向ではないっていうのが、まあ、様々なフィードバックの認識です。でもそれで良しとするのではなく、これからなんですけども、さらにオペレーショナルで本当にその実効性のアクションに落とし込まなくてはいけないという認識です。その中に先に申しましたのは、ストラクチャーをどうするかって話と、コンティニティをどうするかって話も出てきますし、と同時にこれっていうのがいい加減なデータがこの中に入っちゃうと全てがボツになるんですね。ですので、品質保証と持続可能性ってもどういうふうに担保するか大きな課題です。これは皆様方と一緒に議論しなくちゃいけないし、で国のレベルで、まあ、取るべきアクションとは何かってことを、まあ、定めたいというのがあります。ですので、あのこれって皆さんとの共同作業と認識しておりますので、あの今後ともフィードバックいただければ嬉しいと思います。どうもありがとうございました。